どうもこんにちは、おっさんゲームズです。マリオブラザーズ3の絵合わせパネルについて自分なりのコツがありますんで、今回ご紹介したいと思います。まあ 100% ではないんですけれども、真ん中に合わせたい絵が来た時に、A ボタンを押してあげると、合わせたい絵が真ん中に来やすいです。例えば僕スターを合わせたいと考えたら、スターが真ん中に来た時に押してやるという風になります。じゃあちょっとやってみたいと思います。こんな風に、はい、一番上は簡単なんですよ、ゆっくりだから、2番目はちょい、早めに、押してやるというのがコツになります。こんな風にですね。で、一番、最後、これがね、異常に早い。さらに、これよく見てもらうと分かるんですけれども、スターの後にキノコ、フラワー、キノコ、スターという風にね、ちょっとなんていうかね、不規則な流れになってます。なんでですね、ちょっとこれ僕だけにしか使えない技かもしれないんですけれども、2つ目のキノコ、スターから数えて、2つ目のキノコが真ん中に来たちょっとあとぐらいに A を押すと、もうすぐスターが来るんで、合わせることができるんじゃないかなと考えております。じゃあやっていきたいと思います。ちょっと集中します。はい、こんな感じですね。はい、これまで一度もね、合わせたことがなかった人は参考に、していただければと思います。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。